龍樹です。さきです。龍樹です。バッキュンキュン。はい。ということで今日は、なんと、食べ物でーす。はい。食べ物企画していきたいと思います。もっぱんです。します。そして今日は何をするんですか、もっぱん。唐揚げです。わーい。来ました。最高です。唐揚げ最高ですね、やっぱね。なんかモッパンって言ったらね、結構韓国料理とか、そうしたいなと思ったよね。そう言ってくれたんだけど、なんかね普通に唐揚げ食べたくなっちゃって、カリカリの唐揚げ。だから唐揚げのモッパンをね、今日はしていくんで、まずはね作らないとね、ないですからね。そう、作らない。僕たち今日はね一から作っていくんで、はい、手作りです。はい、手作りの唐揚げをね、美味しい美味しい唐揚げを作っていきます。じゃあクッキングスタート。ゆうさき、はい、というわけでね、さきちゃん、はい、何をするんですか今から。まずお肉をカットします。しっかり2割引きのやつです。はい、ちゃんと手を洗いましたよ皆さん。はい、で夕方にね買いに行ったから安くなってしまいました。いいことですね。お得ですね。わあ、美味しそう。一匹の皮を剥ぎます。はい、剥いでください。命に感謝でございます。はい、感謝です。ありがとうございます。まあ、さきちゃんの料理は美味しいですからね、本当に。何を作っても美味しいんですよ。まず剥ぐんですよ、皮を。はい、力仕事でございます。りゅうきくん剥げます。わっこら頑張ってます、さきちゃん。ほら、おー、お、ダメじゃん。ダメだよ、食べたらダメです。ダメです。バイ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 。ねえ、取れん、りゅうこれ硬そうですね、それ。頑張ってます、さきちゃん、はい、頑張れ。いつもね、簡単にそげるんだけど、今日そげません。まあ、ある程度ついてるのもいいかな。あー、もう美味しそうですね。こういうお肉って火通らないと危ないから、通らないと危ない中毒にかかってるから。あー、そうだね、食中毒になっちゃうね。だから火通りやすいように、スプーンとかで潰して、あー、なるほどね。やったりしたら味とかもね、染み込むかなと思うんだけど、はい、フォークがあっちだよ、りゅうちゃん。あー、じゃあ僕取ってきますね。か、刺す。包丁で刺す。あ、そんな危ないことしちゃダメです。やめろじゃあ僕ちょっと取ってきますね。はい、はい、さきちゃん、取ってきました。ありがとうじゃあね、はい、刺していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。おー、楽しいね。楽しいんですか。こういうのは率先してやりたいですね。率先してやりたいんですか。確かに楽しそうにやってますね、さきちゃん。サイコパスだからやめてサイコパスみたいじゃないかそんなことないですよ。さきちゃんはサイコパスじゃありません。はい、でもさ、今日作るさ、唐揚げさ、絶対うまくない。絶対美味しいよね。だってさ、衣のやつだよね。衣つけたからさ、絶対美味しいよ。そしたら、カットします。おー、おー、はい、じゃあ今1個目切り終わったので、はい、で次2枚目切ってもらいたいと思います。じゃあいきますね。じゃあお願いします。硬いですね、これ。硬いよね、結構。うん、オッケー。よし、じゃあこっからでいきます。一口サイズにカットしてください。一口サイズにしていきますね。よいしょ。お腹すいた。お腹すくね、これ見てると、はい、じゃあ完了しました。はい、じゃあ次に味付けをしていきます。はい、まず小さじ2を入れます。それは何ですか。砂糖です。はい、で締めます。今度は酒ですね。まあみりんでも大丈夫なんですけど、お酒を大さじ1入れます。で次に醤油を小さじじゃなくて大さじ2入れます。大さじ2入れるんですね。はい、はい、あー、いいですね。で今度はマヨネーズ大さじ2入れます。お、マヨネーズも大さじ2ですか。はい、2、はい、入れたのがこんな感じです。はい、入れました。今度は生姜をね小さじ1とニンニクを小さじ1入れます。匂いが生姜だですね。こうやってね、ニンニクは美味しいからニンニク多めで、はい、ニンニクね、多めでね。あ、いい匂い。おー、美味しそう。で、胡椒をね結構ぶりで、結構ぶりで、で、こうやって混ぜますね。やば、あー、めちゃくちゃ美味しそう。あ、いい匂い、見て、いい匂い。わー、いい匂い、いい感じです。で、大体混ぜたら、ラップをして30分漬け込んでおきます。冷蔵庫に入れて。冷蔵庫に入れて、はい、じゃあ今から30分後に、じゃあ皆さんお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。お願いします。じゃあ漬けます。おー、美味しそう。美味しそう、やば。さあ、投入してください。入れます。怖い。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いいね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 。あ、美味しそう。うわ、思ったよりジュージューはしないんですけど。うん、でもいい感じ。うわ、美味しそう。じゃあ次々やっていきます。そうだね、じゃあこんな感じでどんどんやっていきたいと思います。おー、いい感じ。もういい？いいよ。はーい。おー、うまそうです。美味しそう。やば、これ飯テロ、飯テロ、飯テロ、飯テロ。あ、やば、これマジで本当にうまそう。え、うまそう。ちゃんと火通ってるかな。
多分東京だったね、これは。美味しそうですね、さきちゃん。美味しそう。じゃあね、こんな感じでね、あとこんだけあるんで、どんどんやっていきたいと思います。じゃあもうこれでおしまい。はい、できました。じゃあ最高日。もう匂いがいいもん。ニンニクのいい匂いする。うん、本当にいい匂い。買ったね。やば、大量だ。結構作れたね。うん、何個ある？何個だろう、わかんない。結構じゃない？うん、多分結構ある。で、あとはサラダ、キャベツ、そうですね、とかと盛り付けておしまいです。はい、じゃあ盛り付けに取り掛かっていきたいと思います。イエーイ。じゃーん、できました。できました。イエーイ。マジで美味しそう。ほら見て皆さん、これ美味しそう。マジでうまそう。ご飯も大盛りということで、夏といったら何でしょうか。夏といったらやっぱりラムネ。ラムネでしょう。というわけでね、今日は2人ともラムネをね、見ていきたいと思います。ラムネで乾杯だよ。やったね、yeah. 嬉しい。え、ラムネってめっちゃ久しぶりなんだけど。やって久々でさ、開けてみたくない。せーの、おー、いいよ、押さえて押さえて押さえて、うまいこといきました。イエーイ、ラムネ開きました。イエーイ、お疲れ様です。お疲れ様さ。乾杯。イエイ。ビー玉あるね、あった。せーの、美味しい。美味しい。せーの、いただきます。じゃあ食べていきましょう。今日はその食べるプラス、そのみんなのね、インスタで募集したお悩み相談みたいなやつをしていこうかなと思いますね、はい、じゃあ食べていこう。いただきます。いただきます。うまっ。うますぎる。まゆー、めっちゃ美味しい。皆さん、これはメシテロですよ。めちゃくちゃ美味しい。ニンニクが効いてるね。うん、明日臭いかも。いいよ。頑張ったね、さきちゃん。硬い。ご飯が硬いんですよね、ちょっとね。うん、二つ目いっちゃいます。どうぞ。この唐揚げが食べたい人はね、今日のね、作る工程の動画を真似していただければね、はい、同じものができますんで。できます。たってれー。お、マヨネーズですね。はい、マヨネーズをちょっとだけね、お皿に入れとこうかなと思います。唐揚げとマヨネーズって最高じゃない？入れる？欲しいです。うん、マヨネーズって美味しいです。僕もいただきます。これめっちゃサクサクじゃん。やばそう。うん、うん、じゃあそろそろね、お悩み相談の方入っていきましょう。はい、いいなと思ったのをね、6個ぐらいちょっとピックアップしてきたんでね、はい、答えていこうかなと思います。じゃあまずは一つ目いきましょう。彼氏がツンデレすぎる。はい、これはね、でもいいと思う。さきちゃんいいと思いますよ。彼氏がツンデレ、まあなんかそれでツンデレすぎて嫌だと思うなら難しいかもしれないけど、彼女の方から甘えたりとかすると意外と心を開いてくれるかもしれませんよ。ツンデレは本当にいいと思います。だってさ、ツンってしてるところもあるし、そう、デレるんでしょ。ちょっとデレがあるってことだから。さきちゃんはどっち？さきちゃんはデレデレだね。言うちゃうね。あ、そっか。ああ、だから多分彼氏がツンデレな分、もう彼女はもうどんどん甘えちゃおう、うん、甘えられて嫌な彼氏なんていないから、うん、はい、続いて、まず間違えたうん、これじゃん、う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 ん、何だよ。これだよ。喉ね。喉？うん。キャベツ食べてみて。美味しいよ。話めっちゃ変わるやん。死んじゃないかも。美味しいんだよ、死んだから。美味しいんだよ。うまい。うまいな、さきちゃん。うん、はい、はい、じゃあ次は2個目のお悩み相談なんですけど、はい、汗かいた時に、はい、汗の匂いしないか心配みたいなことが来ていて、はい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 、それは多分大丈夫だよ。でも気にしてるなら、シューブリーズ。シーブリーズね。制汗剤っていうか、うん、体抗割とか、うん、だから別にみんな多分匂い汗かいてるから、うん、別に気にしなくて大丈夫だと思うよ。男はね、結構ね、クセーでもいいかもしれない。男はクセー。嘘です。嘘やで。嘘ならいい。ごめんなさい、嘘ですよ。言ってみただけだよ。言ってみただけか。じゃあ許してあげよう。かわいいな。乾杯。乾杯します。乾杯。じゃあ俺もマヨネーズに乾杯。リスになってよ、好き。そろそろね、3つ目の悩みいきたいと思います。冷められないためにはどうしたらいいですか。連絡を取り合う、こまめに。うん、それ大事だってね、やっぱ連絡ないとさ、寂しくない。寂
しい。うん、他の質問でもあったんだけど、うん、やっぱ受験で会えなくなるから、もしも冷められたらどうしようとか、あったんだけど、受験は大事だけど、やっぱ最低限のコミュニケーションっていうの、おはよう、おやすみとか、そういうのはね、やっぱ極力ね、取っといた方がラブです。ラブっていうか、そっちの方が分かりやすいっていうか、コミュニケーション取った方がいいと思います。うん、お腹いっぱい一つ言っていい？めっちゃ急や。お腹いっぱい。ほら見て。あらららららら。んなお腹いっぱいになっちゃった、ね。うわぁ、もう多すぎるでしょ。じゃあね、僕が頑張って食べていこうかなって思います。さきちゃんちょっとお悩みの方を聞いてみてください。はい、じゃあ4個目ですね。4個目の相談なんですけど、4個目は待ってきつい、顔黒くね、なんか超えたいやいや、こんなにで次4つ目で、好きな人のことが忘れられなくて辛いみたいな言ってたんですけど、うん、それはやっぱりね、時間、やっぱりね、やっぱ、うん、時間が解決してくれるかなと思います、うん、いや、ほんとそればっかりはほんとそうだと思う、うん、だって、そんな簡単に忘れられんよね、ほんとに、うん、うわっくそ嘘やめろ、あるのにやめろあるのにやめてやばいやばいやばい、え、全部食べれるこれ、うん、余裕、あ、これも、そうそう、ちなみに唐揚げはめっちゃ美味しいでいける気がする。唐揚げもさきちゃんです。ご飯無理だ、こんなにいける、これじゃないと美味しいかも。ふりかけは気になる、ひかりと、ふりたま、そんなあったらいっちゃうよ、いける、ふりかけだった、うん、めちゃくちゃ足が痛い。実は僕たちね、今まで正座してました。めちゃくちゃ痛かった。黒いね、本当に。俺ら黒コッペパン、うん、草食動物です。ウサギです。黒コッペ知ってる、みんな美味しいんだよ。はい、次の質問いきましょう。はい、1年過ぎたのに緊張して話せない。1年、じゃあさきちゃんたちも1年過ぎて話せないって感じ。多分緊張してるっていうのはデートとか全然だ、まだコミュニケーションみたいなのが取れてないのかな、うん、で、なんか自分に自信がないって言ってて、うんうんうん、もし多分自信がなくても、相手はだから君をね、好きになったってことだからね。だから別に自信がなくても、 それは大丈夫だよ。相手は絶対好きでいてくれると思うから、うん、誰がビーバーだ。誰も言ってないよ自分で自己紹介じゃないか自分でビーバーってどうするんですか。ねえねえ、これ10本飲める。はい、え、じゃあ飲めるなんで、なんだ、はい、10本飲める。はい10本いっちゃいます、スポイト。というわけでね、はい、ちょっとお腹いっぱいです。はい、完食に至らずでもね、まあとりあえずこれはね、置いといてまた後で食べようかなと思います。ご飯1号でよかったねと思って、うん、マックのナゲット食べた時もそうだったけどね、僕たちちゃんと後で食べてる。はい、いつも完食は遅いですけど食べてやってます。はい、はい、あのチーンしてもいいかな、はい、温めてね、また食べよう、うん、じゃあこれは後で食べていきたいと思いまーす。まーす、イエイ。はい、というわけでね、お悩み相談をね、今日はしていったんですけどね、うん、まあ本当簡単に答えていったんで、うん、まあ参考になるかわからないんですけどね、その子のアドバイスみたいになってたらいいなって思います、うん、そしたら嬉しいです、うん、そうなったらね、また DM とかで送ってきてください。龍崎、はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。食べるよ俺たち。はい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 。文字で戦略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 。